だこちゃん。いやもうタカちゃん違う仕事なんだから今日は。今日邪魔するわよ。だってダメよ今日タクシードってちゃんとやんなきゃいけないお仕事なんだから。何ですか今日これ仕事。今日日本アカデミー大賞。本当嘘じゃないねそれ。俺によく嘘つくなってるけど主演男優賞。今更何に出たのよ本当に恐ろしいわ。石橋プレミアム、アベマね今日。石橋プレミアムね。そう。ちょっとね小耳に挟んだこと。小耳に挟んだ。うん、ほう今日、うん、極楽とんぼの加藤来るっていう話じゃないですか。極楽とんぼさんって誰？あそっか。あの加藤はともかく山本圭一とは縁切ってるからね。え加藤が。加藤が、ね。久々だね俺加藤に会うの。ですよね。はあ、え何年ぶりですか。えだからめちゃイケと皆さんがこう合体しちゃうみたいなのやった時以来じゃん、はいはい。そうですね。全然会ってないもん。俺喧嘩させられた時ですよ。そう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 。矢島美術。あれぐらいから会ってない。本当ですか。うん、まあでも加藤もほらいろいろあって。はあ元気そうにしてるんで、はあ、今日なんか加藤がタカさんの番組出るって言うんで、はい、ちょっと俺せっかくだからと思って来たんですけど、はいはい、すごい情報を得ました。なんていうご縁だろうと思ってやっぱり、はい、ご縁、はい、ご縁にうるさいもんね。ご縁ご縁にご縁にはすげえうるさいです、俺は、なんか、今日4月26じゃないですか、426、はい、426、はい、加藤浩次誕生日なんですよ。あ、書いてあった日刊スポーツのここに。そうなんです。あ、見てるもんね。結構芸人が多いんだよね。多いんですよ。426って。はい、まあ僕19からの友達なんですけど。あ、品川君もそうだよ。あ、そうですそうです。品川。あとね、あれがそうだよ。あの遠藤の相方。田中。そうだよな。そうです。あの件だから仲いいんですよ。みんな同じ誕生日。そうなんですよ。よく見てますね。だから日刊スポーツも。さすが。さすが。あ、そうだよ。矢島美容師のオズマ。はい、オズマも今日だよ。あ、じゃあ芸能向きな人がね。ああ、なんか多いんだよ。多いですね。426。ね、そんなことで、今日加藤誕生日だから。いくつなの加藤は。あいつ52じゃないですか。52。はい。あらあらあら。あの狂犬も、石橋貴明に憧れて、俺は狂犬になるって言った男が。本当にそば打ちになって、うん、今じゃ鉄砲打ちですからね。ダンダンやってますから。ライフルここかけちゃって、かけちゃってあいつさ、タカさんにも言ったじゃないですか前、はいはい、でこれ買ってきてっていうもの、はい、タカさんのリクエスト通りのやつ買ってきたんで、これヨロコペだろうね。52歳。そうですよ。石橋貴明に憧れて、そうですよ、この業界に入ってきて、うん、52歳いろいろあるこの52歳の門出に、うん、そうです、憧れの石橋貴明から誕生日プレゼント。さすがですね。これはもうこれはもう泣いちゃうね、はい、泣いちゃいます。泣いてほしい俺は、ね、もう泣いてほしい。泣かせましょう。泣かせましょう。泣かせましょう、ね、だってもう俺19から一緒ですけど、ずっと言ってましたから、ね、俺は石橋貴明になるっつって、ね、なるほど、はい、喜ぶな、ええ喜ぶな、泣くな、いや泣くね。中田さん、誰だ中田さん、どれ、どれ、あ、こんにちは、こんにちは、こんにちは、なんか、ジャンスを始めたんでしょ。あ、そうなんです、あのもうちょっとでオープンって感じで、まだ、あの形はもう出来上がってて、工事とか終わってる状態。何の話を教えるんですか。何の話いけないじゃん。え、ジャンスどうぞどうぞ。すんだって。でもこの時期だからやれないじゃん。そうなんですよ。なんか感染対策とかを今どうしようっていうのをすごく考えて、麻雀ほど難しいものないよね。近いし、まあ、マスク感染とかに近いかな、はい、使うんじゃないですか。はい、使わないでこういう風にしてできないよね。コンピューターでしかね。もうマスクしてみたいな、飲み物飲むとき。麻雀のね得意な方だっていうのは聞いてますけど。大丈夫？そうなんですよ。今大変なんですよね。どうしましょうっていう。そう、大変よ。ね。雀荘も。
これタカチャンネルズなんですけど大丈夫ですか？あ、いいんですか？いいです。やった嬉しい。見たことは？あのちょっと全部は見てないですけど、まあ、それはそうですよそれはそうですよね。出てきた時に見てます、ええ、あ本当ですか、はい、すみません、登録だけお願いしますね。あ、しときます。本当にタカチャンネルズです。 いいですか、はい、なんか言いたいことあれば。まあ、雀荘のオープンが近づいてきてますので、よかったら麻雀興味ある方お顔一瞬お顔一瞬見せるんですか。あ、やっぱ可愛いですね。ね、わーい、ね、タカちゃん、すごいアップじゃないですか。ね、いいちゃん、ね、はい、頑張ってほしい。ありがとうございます。本当にこれがコロナが収束したら、はい、一緒に麻雀やろうって。あ、そうなんですか、いいんですか、ね、麻雀やろう。あ、ぜひね、うん、それタカチャンネルズでやりましょう、ね、はい、うちのお店であれば頑張ってね。頑張ります。ありがとうございます。え、嬉しい、出れた。いいんですか、はい、すいません、ありがたいですね。ありがとうございます、どうもありがとうございます。よろしくお願いします。あ、いた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 よ。久々だね。大丈夫？いや、俺ちょっとね、タカさんにいろいろ相談したいなと思ってたんですよ。大丈夫？独立に関して相談したいなって。本当心配してるよ。なんでそれ山本は辞めないのさ。いや、あいつはね、吉本に残るって言ったんですよ。あれバカだな、あれ。あれバカだよ。ねえ。ねえ、俺いるよって言い出して、うんうん、俺はちょっと残るわって言ったんで。バカだあれ山ちゃんね。もう山本はバカ。あ、ハッピーバースデーじゃん。 ありがとうございます。426、はい、そうです。 50? 52です。めでたいね。52のこの春に新たな旅立ち、そうです、門出、それを祝うべく加藤がなんか若かりし頃、はい、石橋貴明を俺は目指すと言ってくれて、はい、ここまで成長して、そのだから独立まで真似した形になったんですよそれはね、この世界なかなかね厳しいところありますねちょっとカメラ回ってないところで何をすればいいかちょっと貴明さんに聞きたいなと思ってたんですよ。ああ、それはもういつでもあれですけど僕の場合は33ぐらいでした。おー、早いですね。31ぐらいから2年間ぐじゃぐじゃしましたね。それ言っていいんですか、これ。え、言っていいんですか、これ。もうやっぱりそれは芸能界でね、これからその吉本興業という大きな事務所から一人で、なんていうんですか、向かい風、そうですね、上り坂に向かっていくっていう中で応援したいじゃないですか、ね、男一匹ね、荒波にこれから飛び込むと。最悪タカさんのとこ行っていいですか。うちも全然誰もいないんだ。気楽に今一人で頑張りますけど、はい、あ、これはダメだなと思ったら、はい、高明さんのとこに、はい、あのちょっと、はい、あの誠経由で連絡させてもらいます。もう芸能界なんかあれでも力あるやつは残りますから、はい、きっちり仕事頑張ろうと思ってますけど。いや、もうでも加藤の仕事をぶり見てるとちゃんとしてるから大丈夫だ、まあ、そうですね、僕は正義感強い男ですから。土曜日の夜のあのご飯どこがうまかったっていうレストラン、はい、あれも見てますし、あれこの間あれたけしさんが出てくれたのは、やっぱたけしさんやっぱあれだよね、あのめちゃイケで家も、ね、加藤の家でほら、はいはい、釘打ったりしたから、あれでやっぱたけしさん出てくれたのね、はい、俺見てて思った、あ、やっぱたけしさんは熱いな、そういうところって思った、うん、あ、そんなわけで、はい、50歳を迎えることにハッピーバースデー。めちゃめちゃ嬉しいです。よかったな、ありがとうございます。よかった、普通のあれじゃねえからなそうですよね、いや嬉しい、普通のあれじゃねえからな、めちゃめちゃ嬉しいんですけど、これもタカさんが自ら選んだ。え、マジですか、開けていいですか。開けていいです。ありがとうございます。52歳、
ね、嬉しいな。業界入って長かったからもう33年ぐらい、うん、33、そうですね、30、ね、はい、そう、33年ぐらいになりますね。なんか重い、立派になられて、すごい立派だよ。ですよ、すごいよね。いや本当ですよ、すっきりはあんなにね、本当ですよ、ちゃんとして、あ、なんだこれ、朝のだから自らすっきりするわけでしょ。そうですよ、やっぱりよかったな。高木さん、はい、めちゃめちゃ俺持ってます。俺ジンギスカンの鍋は何個か持ってますし、あの東堂の店行ったらいくらでももらえるんで。いやいや、前ジンギスカン鍋はないかなと思って。いや、店は持ってるぐらい。あるんです、家にあるんですよ。北海道出身みんな持ってるんですよ。北海道出身はみんな持ってるんですよ。いや、意外とほらお店持ってるけど自分の鍋はなかったりするの。いや、あるんですよね、北海道の人。あるんですよ。これより一サイズ大きいのあるんですよ。家族多いからね。家族多いですから、5人いますから。なるほど、ね、ちっちゃかったかな。もっと持ってたぞ。はね、ちっちゃかったか。これは持ってますね。しかも使ってるやつじゃないですか。じゃあ一焼き入れたんだね。匂いが、匂いするなと思ったら、これ使用済みですね。いや、カップ走って買ってきたのよ、これ。え、それで一焼き入れたんですか。そうそうそう、すぐ使えるように。使える、ちょっとあのくず野菜焼いたの。いや、そんな感じがしますよ。持ってたなこれ。持ってたわ。よかったわ。喜んでもらったんだよね。よかった。いや、でも高木さんからもらって鍋ですからね。これ大事にして、ちょっとサイズ小さいですが家族で食べさせてみて。これは嬉しいです。誕生日おめでとうございます。いや、おめでとう。よかった、よかったね。よかった。52歳。そうですよ。ね、うん、大変。会社名もなんか決まったらしいですよ。え、会社名。会社名82スタイルっていう。え、会社名で82スタイルです。82スタイル。はい。何それ。もうだから8割もう頑張って仕事して2割楽しく遊びましょうっていう。82スタイル。はい。え、だったらやっぱあれじゃないの、433とかやっぱサッカーのシステムフォーメーションみたいな。82スタイル、はい、ああなるほど。じゃあ、あ、チーフマネージャーさんもいるのね。そうですね。なるほど。じゃあ頑張って。はい、ありがとうございます。これから何かあったら、はい、じゃあ業務提携して。業務提携するんですか。はい、うん、どんどん業務提携して、アイブちゃんとか。そうですね。グレープカンパニー、ちっちゃい事務所同士頑張りましょう。加藤さんね、頑張ってください。8人スタイルいただきました。まさかジンギスカンなことも分かった。ちょっと後ろ錆びてる、ね、ちょっと使ったんですよ、それちょっと油の。これ富士屋から持ってきたの。違う、カッパ橋屋買ってきたの。あ、買って焼いたんですか。それで油のりいいように一回使ったのよ。あ、そう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 、もう、新品にならないように。そうそう。こう久しぶりだな。工事元気だ。元気か。お前も元気かよと。ありがとうございます。頑張ってな、工事。仲がいいよね。マッコイと。お邪魔します。よろしく。え、何です。お久しぶりです、本当に。いつも同じ企画出てるんですけど、いつも画面を通してが多かったので、中継が。あ、中継イグアナ事件。あれ、タカさん、はい、やり手しました、あの司会進行で。え、イグアナ事件どうしたんだろうな。ちょっともうちょっと日記巡ってほしいんですけど。タカさん、あんな河本君と肘手振ってたの覚えてませんか。汗かいてみんなでイグアナの尻尾こうやって。ねえ、あれだっけ、ボートレースだとか、ね、ああいうコマーシャルでたくさんご活躍だから。タカさん、ぺっこり45度から5点。いや、タカさん一生賃貸ですから。タカさん、さすがですよ。違うです、遅めのボーナスですよ、タカさん。そうです、今日よろしくお願いします、本当に。
久々にね、同じ画面の中で。嬉しいですね。一言お願いします。そうですか。今日はタカさんとですね、久々に同じ画面にいますんでね、いい思い出残したいんですよ。あと何残そう。そうだ、そのままで、忍法、メガネ残し、よろしくお願いします。裸眼解除 1.0、行ってきます。ありがとうございます、マコイさん。はい、はい、よいしょ。タカちゃん、水原希子ちゃんじゃないですか。ちょっと希子ちゃん仕事してるんですよ。ちょっと喋りたい。タカちゃん、すいません。はい、ありがとうございます。うそ、なになに、タカチャンネルズなんですけど、水原希子ちゃんがいるじゃないですか。皆さんでほらねえ、吊るされちゃって、吊るされちゃって、うっそー、もじもじくんで、吊るされちゃって、すごいね。タカちゃん、キコちゃんの、キコちゃんが見えそうな、何を言ってんだよ。それこの間も言ってたじゃないですか、その収録の時に、でも妹さんもほら、トンネルズファン、そうですね、すごいアルバム持ってね、知ってます知ってます、はい、今日いるとはね。うわ、まあ、いいんですかこれ。誰の？誰の？お兄弟の。行かなくていいから。だって大ファンなのよ。それ許可を得てないでしょ、だって。大丈夫、キコちゃん。いいんですか？だってキコちゃんがやってる、あのドライヤー俺使ってんの。パナソニックの。マジですか？いい値段すんのよ。マジで？高いのよ、あのドライヤー。マジですか？なんかちょっと独特な、なんか、イオンかなんか出るよね。そうそう。マジですか。でもね、あれが一番なんで。一番なんですか。パナソニック。パナソニックビューティー。あら。ビューティー。ビューティー。いや、意外に乗ってくれるんですよね。タカチャンネルです。知ってますか。知ってます。見てます。一光さんの回やばかったです。あ、見てくれてる。大好きです。さすがですよ。大人っぽくなった、ね。大人っぽくなった。30になっちゃいました。あ、30歳。そうです。なんかすごい大人っぽくなったね。吊るされた時多分まだ。吊るされた。吊るされた時は多分20代前半だったんで。そんなっぽくなりました。だって水原希子って感じですよ。本当にすごいスタイルだよね。スタイルはもう女スタイルやめてよ。生まれてくんの、やばいやばい。え、アイアムキコですよ。すごい本当に。もう映画もすごいのよ。ねえ、知ってますよ。彼女、ネットフリックスで見てください。ネットフリックス、これも入ってるから見よう。本当に今日すごい、タカさんの収録豪華じゃないですか。加藤もいるし、もうアベバがだって5周年金かけてんのよ。あ、じゃあキコさん、もう無理、どうもありがとうございます。何してる、何、マジでマジで、キコちゃんどこ、申し訳ない、一回帰ってください。帰った方がいいですか。一回帰ってください。日本交通だったら落とします。安西、いい加減にしろよ。ごめんなさい。今いらなかった。疲れたわよ。時間やってんね。8時よね。びっくりよ、私たちも。だって。これもう暑いわよ。もうタカちゃん一応。血圧上がっちゃうわよ。これタカちゃん。後で氷に。タカちゃん一番嫌いな収録長いやつ、長いやつね、これ意外と撮れたから。長いわよ。